午前6時、会議室の中で一人の男性がマイクの前に座っている。一体何が始まるのだろうか。タイトルは、次なる潮目のタイミングが動いた可能性という分析、いつなのか先取りするということでお送りしたいと思います。私どもイーシアですね、私どもの研究所の分析手法といたしまして、あらかじめ。一方こちらは宮崎サテライトオフィス。先ほど男性が収録した音声をホームページにアップし公開しているようだ。これは元キャリア外交官である代表原田武雄がマーケットとそれを取り巻く国内外情勢について分かりやすく解説し、その音声を収録している様子である。この音声レポートは毎日配信され好評を得ている。私どもの研究所は定量分析と定性分析をベースにしながら、独特のですね、未来シナリオを皆様方にご提供しております。それを通じて皆様方の情報リテラシーを高めていただくというのが、事業の主たる目的であります。超情報化社会とまで叫ばれる今、一体何が正しく意味ある情報なのか、その答えを誰もが求める時代。大学や大学院などでも増え続ける情報といかに向き合うべきなのかを学ぶ場も増え、今後ますますニーズが高まる分野であろう。インターネットやソーシャルメディアなどの普及で誰もが気軽に情報を発信できるようになった現代。そんな複雑化する情報を正確に読み解き有効に活用できるかが、超情報化社会を生き残るための鍵です。企業魂、今回は独自の情報分析をベースに成長を続ける企業に迫ります。東京丸の内、皇居に面した東京の一等地だ。まさに日本を代表するビジネス街に本社を構える株式会社原田武雄国際戦略情報研究所。Giving the people hope and future、 人々に希望と未来をミッションに、定量分析、定性分析などを行い、世界中のデータに対応する分析レポートを毎日配信。こうした情報リテラシーの研究や開発に加え、社会貢献事業にも力を入れている。私はもともと外務省においてキャリアの外交官として勤務しておりますけれども、その時の経験に基づいて、我が国には情報リテラシーが足りないということで、この情報リテラシーをテーマとした独立系のシンクタンクを設立させていただきました。研究所では日々署員の間で活発な議論が行われている。彼らの前歴を聞いてみると、3年ほどニュースを扱うアメリカの大手週刊誌向けに翻訳のお仕事などをしていました。日系の航空会社で客室乗務員として乗務しておりました。日本の大学で法律学を勉強した後に、ポーランドに留学いたしました。東ヨーロッパでは現地の事情を学んだ後に、イーシアに就職いたしました。そして多くの女性が活躍していることも特徴だ。株式会社原田武雄国際戦略情報研究所イーシアでは、若手であっても積極的な会議への参加や意見を求められ、日々成長のチャンスを与えられています。勤務管理もしっかりしていますので、とても働きやすいです。勤務時間は朝8時から夕方4時半まで、遅くても6時までに完全退社することを徹底。メリハリをつけ、効率的で効果的な職場環境を整えている。さらに昨年12月にはロシアのサンクトペテルスブルク国立経済大学と提携、情報リテラシー教育や外国人学生インターンの受け入れを行うなど、相互協力を進めている。 Besides studying, we had a lot of meetings with business leadersAnd this experience taught me that you should never give up and follow your dreams.
I was so lucky to get this opportunity to learn more about open source intelligence and information literacy. 研究所ではマーケットとそれを取り巻く国内外情勢のこれからを分析したレポートを発行するほか、本格的に学びたい人のために会員制サービスも充実させている。現在会員数は600人余りに上り、年々増え続けている一方だ。また株式会社原田武雄国際戦略情報研究所では、四半期に一度代表原田武雄と研究員たちによる大規模な講演会を開催している。講演会では研究員それぞれがテーマごとに徹底分析した研究結果を披露。果たして参加者の反応は。やはり今後我々事業経営しておりますので、世の中がどのように動いていくのかと、それと、原田先生には今後ますますですね、パックスショップみたいな活動盛んにやっていただきたいと、日本のためにもお願いしたいと思っております。今回の講演もそうですけども、ここでしか聞けない、世界のどこでも聞けない情報が、やはりここが一番先端だと思っております。仕事柄、いろんな、各界のリーダーの方と会うことも多いので、そういう方と今後お話しするときにですね、この情報を活用させていただきたいなと思っております。研究所は社会貢献事業の一環として、次世代リーダーを生み出すため利益の 50% を投入し、学生の育成を行ってきた。12年余りでおよそ300名の卒業生を輩出している。所属している大学や学部、性別は様々。過去の参加者の中には官公庁や大手企業で重要なポジションについているものも少なくないという。いい社だからこそ受けれる質の高いインターンシップを通して、コンサルティング業務に必要な業務や知識について学ぶことができました。今後はこの学びを生かして、さらに学ぶ姿勢を持ち続け、成長していきたいと考えています。宮崎県宮崎市、市内の一等地に研究所のサテライトオフィスがある。一軒家をオフィスとして借り上げ、積極的な雇用創出や講演会の実施など、地域活性化に一役買っている。寺の事務所に地元の企業の経営者の方や学生さんを呼んで勉強会を行い、宮崎の物産なんかもご紹介させていただいて、あとはこちらの高校の地元の高校にですね、アーティストさんを呼んで講演会などさせていただいております。開所して1年余りだが、すでに地元の人たちからも熱い信頼を得ている。国際的なものというのをセミナー等でですね、しっかりと講師として実施をしていただいて、17社の企業が参画をしていただいています。その中で講座を開いて勉強していただく、今からグローバル化っていうのは絶対必要だというふうに考えておりますが、そういう面では今ミャンマーからこちらに来たり、ベトナムからこちらに来たり、将来的にはその方々がさらに拡充できる、宮崎から発信力を持つ人が増えてくる、企業さんもそれについて反映ができるっていう状況ですから、まず人柄が良い、食も大事、私たちの癒し、自然もいっぱいあるっていう地域ですから、そういう魅力的な宮崎っていうのは発信力が今後も出てくるし、決して大都会には劣らない宮崎らしさ、そのことが原田武雄事務所からのいろんなバックアップによってさらに拡充していくんじゃないかなっていうふうに思っています。今後はさらに地域に密着した活動を行っていくという。これまで以上に地元の方々との交流を持ちながら、雇用創出という観点で採用を増やし、日本全国に地方創生という観点で新しい発信をしていければというふうに考えています。最後に原田代表に今後の展望を聞いた。現在私どもの会員制サービスの会員の皆様との数が600名を超えております。
こちらはですね、今年度中に1000名を超えてですね、それを通じて年商では5億円を突破すると、そして2021年度の末までにですね、10億円を突破するというのが当座の経営計画の目標でございますけれども、同時にですね、次世代リーダーの育成を中心とした社会貢献事業にも精力的にですね、取り組んでまいりたいというふうに考えております。